ないよ。ぐり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 。実は今日ですね、また開封動画が、僕たちこんなにも出ていいんでしょうか。なんちゃって、名前出していいんやろね。まあハンドルネーム、渡辺哲さん。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ開封していきましょうか。はい。手紙が入っておりました、はい、お手紙とスピチャって読んでた。お疲れ様です。いつも YouTube で視聴してます。先日房総半島一周の旅をしてきました。それのお土産だそうです。ありがとうございます。でこれで中華風丸々で動画をよろしくお願いします。任せてください。中華料理でピーナッツの炒め物があるんですよね。あ、お菓子もある。お菓子デザートもある。それをやっていきましょう。ごんぼうチーテンっていうね。ごんぼうチーテン、多分ピーナッツも、俺も記憶ないけど多分ピーナッツをごんぼうっていうね。ピーナッツと鶏肉の炒め物を作ります。レッツクッキング。ごちそうさん、お疲れ様です。飲みすぎて今ゲップが出たね。そんなのないか。あ、屋久島とうとうまた雨です。台風の影響かな。台風は来るんですか。来ないです。外れる1号ね。あれ結構屋久島に影響こう伸びてると思う。雨雲が天気予報見てないから。シャちゃんぞ、お料理チャンネルのお時間がやってまいりました。今日は何を作りましょう。今日はじゃがいものガレット。じゃがいもシリーズ続くね。シリーズまだまだじゃがいもがたくさん。じゃがいも料理作ってくださいって言ったらリクエストに応えて頑張りますんで作っていきます。で今日はじゃがいものガレットの何ピザ風。ピザ風にうん、この人また体重アップするためにもう体重を限界突破まで増やした。レッツクッキOh, oh, 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 o
ただきます。はい、美味しいです。今の気持ちは気持ちはうまい。幸せです。幸せ。ありがとうございました。